信 YouTuber 始めたってよ。皆さんこんにちは、中西里奈です。今回はですね、29歳らしいお部屋にしなきゃなと思って、家具だったりいろいろね、もう変えていきましたので、今日はそれのお部屋紹介をしていきたいと思います。それではスタート。はい、こちらがですね、冷蔵庫です。割と一人用にしては大きいのを買いました。なんかお母さんが大きい方買った方がいいよって言われて買いました、白いやつ。そうでね、この上が電子レンジとオーブンのどっちも使えるやつで、炊飯器と、そしてこれノンフライトースターっていうのかな、これがニトリで買った棚みたいなのにサランラップだったりとかを入れてます。あとね、よくお花をいただくので花瓶をこの中に入れてます。もう玄関の近くなので、こんな感じで人には見せないようにしてます。はい、でこれがですね、ニトリで買いました。うちのやつはほぼニトリで買ってんですけど、マットはニトリです。でこんな感じです。キッチンが上にも棚があって、こんな感じ。これがね、エコストアのやつなんですけど、まあちょっと使いづらいかな。でこれなんか、ディズニーストアで買いました、マットハントっていうの、このなんかやつにスポンジを入れてます。はい、でこれフランフランで買いました。はい、ちょっと今すごい大量に置いてるんだけど。でここがキッチンで、こんな感じです。こういう感じで一応収納しております。はい、こんな感じです。下着類を中に入れて、こっちにスチーマーとバセリンを置いてます。で2段目には SK2 と今使ってるオルビスの化粧水、上はですねコンタクトの洗浄液と、そしてコットンをこの中に入れてます。でここがですね、 IKEA で買ったあの手洗うやつを入れてます。でこれはニトリで買ったコップですね。これはね、ニトリで買ったんですけど、めちゃくちゃいいですね。これなんだっけ、石はい、これはね、ちなみにファンケルの、 あの顔洗うやつで、これがニトリで、これは無印良品で、これダイソー、これセリアかな。お風呂洗うやつもここにかけてます。はい、全部このね、ダイソーで買ったフックで、 S 字フックでかけてます。でこれもニトリで、これもね、シャンプーボトルたちもニトリで買いました。でこれね、突っ張り棒をここにつけてタオルを乾燥させてます。それではお部屋に入ります。スーツケースなんですけど、こんな感じで、ちょっとね、海外用のスーツケース、これはね、大きい道具を持つとき、マジック道具を持つときに入れてて、こっちのピンクのね、スーツケースは、まあ、ちっちゃい道具を入れるときにやってるんですけど、これはね、前になんかルイ・ヴィトンのバッグをね、まあ、買ったんですけど、その布たちをこうやってかけてます。そう、防災グッズ入れてんの、この中に。でこれだから、なんかもし地震が来た時にこれを持って出かけよう逃げようと思って、これをね、なんかあんま見栄えが良くないので、もうスーツケースが収納できる場所がないので、こんな感じで。でこちらがクローゼットです。クローゼットはね、マジで狭くてもうパンパンよ一応ね、ハンガーはピンクで全部揃えてるんですけど、もうパンパンすぎて見せられん。これ上もね、すごいもうパンパンなんですよ。ニトリで買ったボックスを、パジャマだったりバスタオルだったりをこの中に入れてます。はい、そしてこちら、じゃーん、ここにね、もうプリンター置いてるんですけど、もう置く場所がなくて、プリンターはここに置いてて、こっから下が全部マジック道具です。こういうね、100均のケースの中にトランプだったりを収納してて、これフライングダイナソーで買ったね、なんかいろいろ、もうトランプだったり、これね、かわいいトランプを集めるのがちょっと趣味だったんですけど、まあ、全然使ってないんですけど、今なんか入れてます。じゃーん、そしてこちらが私のメイクするスペースができました。はい、これはですね、やっぱあるのとないのじゃ全然違うね。このね、デスクを買ったんですけど、これはね、なんかネットで調べたんですけど、1万2000円ぐらいだったかな。これがね、前にご紹介した回転式のコスメ収納です。はい、
こんな感じです。これはまず雑貨屋さんで買ったやつに綿棒を入れてます。でこれがね、サボンの器にブラシを入れてます。キールズの化粧水で、これニトリで購入したんですけど、ライトが全くつかないです。はい、壊れました。でこれはイケアの時計とイケアのスマホ立て、スマホスタンドと、あとこれはね雑貨屋さんで買ったやつなんですけど、この中にですねダイソーの匂いがするなんかやつを入れてます。ただ蓋をしちゃってるので全然匂いはしませんが、まあ可愛いからいいかなと。友達にもらったんですけど、コースターなのかな、これをね、あの飲み物とか置いてます。こちらがですねスペースがあるので、マジック用に購入した台車かな、これをですね置いて、この1段目にですねコテだったりドライヤーだったり、これラカスタのブラシなんですけど、めちゃくちゃいいです。これ髪にちょっといい、ちょっといい。でこれねティッシュケース、これニトリで買ったんですけど、本当はねかけるはずだったの、どっかに、ただかかんなくて今ここに置いてるんですけど、だからちょっと不便かな、これティッシュがねあんまり出しにくい。で2段目がね機材類を置いたりしてます。これをつけて、でコテとかを使う時にここに入れてんの、これめちゃくちゃいい。これちょっと私すごい発明家じゃんって思うぐらい良かった。このスーツケースのピンクの主張が激しいんですけど、こちらはですねまず IKEA で買ったライト、これは電球を買うのを忘れてしまって、そして電球を前に買ったんですけど、それもなんかあんまよくわからなくてつかずに、このまんまもう飾りとして置いてます。でもともとこのテーブルが持ってたんですけど、そこにですねラッシュのねなんかスプレー、これ匂いがするスプレーなんですけど、めちゃくちゃいい匂いなのでここに置いてます。ディフューザーっていうのかな、なんていうのこれ、これとかで、これが IKEA で買った匂いがするやつ、これも IKEA ですね、 IKEA で、こう下にねなんかコロコロが置いてあるんですけど、中が全部クッションがニトリなんですけど、 この外見だけがフランフランで、それ以外の2つはニトリです。でこれもフランフランで前に買いました。はい、でここにね、ここにダッフィーとかね置いてるんだけど、ちょっと置き場がなくてとりあえず置いてるって感じです。このなんかなんていうの、このベッドカバーみたいな、なんかよくわかんないんだけど、これもとりあえずおしゃれだから買ってみました。これは IKEA です。はい、でここにですね洋服たちを飾ってます。はい、そしてこちらはですね、まずこのゴミ箱もネットで検索して、私はやっぱ中が見えたくないのでこの蓋付きのやつを買いました。でもねこれねすぐね蓋が外れちゃうの。だからこれちょ、あんま良くないね。で、これこの間買ったフランフランのクッションで、これはね、香水ですね。アニック・グダールの香水で、これなんか雑貨屋さんで買った300円のやつで、ドライフラワーが入ってます。で、これはニトリで買った、なんだろう、匂いのやつ。ニトリで買った3段ボックスなんですけど、1段目が、じゃん。化粧水だったり、カラコンだったりとか、あとはアクセサリー類、コットン類、ネイル用品。で、ここね、私、鼻炎スプレー、ずーっと一生鼻炎スプレータイプなんで、この中に全部入れてます。はい。で、2段目がなんだっけな。あー、これやばい。ちょ、汚な。なんかよくわかんないね。とりあえずポーチ類。空のポーチ。で、旅行の時にこのポーチ使おうとか、なんか、現場でもっとたくさんメイクしなきゃっていう時に、こうなんか、ポーチを、の中に詰め込んでやってるので、ここに空のポーチだったりとかを入れてます。あとこれね、なんかダイソーで買ったヘア用スプレーもこの中になんかとりあえず入れてます。3段目はねちょっとねいろいろ書類とかを入れております。テレビ台です。一応ねもうテレビ台置けないのでタンスに置いてます。これちなみにニトリでネット限定のやつです。アクセサリーを入れてます。こちらがですね、ニトリで購入したやつに、バッグだったりとか、帽子だったりとかをかけてます。ニトリで買ったマットに、これはね、テーブルはね、こたつが本当は使えるやつだったんですけど、もう今こたつ使えない、壊れちゃったんだよね。折りたたみ式のテーブルは、なんか、なんだろう、ホームセンターかなんかで3000円ぐらいで買えたんですよ、これ。ダッフィーの。このスーベニアカップの中にハサミだったりとか文房具を入れてます。これ結構ね、ここでね
事務作業とかする時があるのでここにもう置いちゃってます。で名刺ケース、これサマーサタバさんで、これ SD カードとかが入ってて、でこうパソコン、結構編集ここでやっぱやっちゃってますね。ニトリで購入した一人用のソファーです。はい、グレーを購入しました。これちなみにもう一つ買うと、なんかここにねマジックテープがあってつなげられんだって。なんかちょっと広い部屋に越したらつなげようかなと思ってます。でちなみにこれ前クリスマスに買ったディズニーのティッシュケースです。じゃーん、私の趣味をやっぱり置いてます。はい、もうね全部捨てようかなと思ったんですけど、やっぱり趣味は大事だなと思って、ここだけ唯一ちょっと趣味を強調させていただきたいと思います。これはちなみにニトリで購入した一番大きなですね、あのコレクションボックスなんですけど、ディズニーストアで買ったアニメーター、なんて言うんだっけな、これの中身を全部取り出して入れたんですけど、モンスターズインク、シンデレラ、アリス、で2段目がね、これディズニーで買いました。イヤーハットのやつなんですけど、シンデレラのイヤーハットで、これ C でね、去年クリスマスに買ったやつとか、あとはね、トイストーリーのやつとか、で、ラプンツェルのイヤーハット。で、3段目がアリエル、アナとエルサ。さらにね、これでね、段差がね、あの自由自在に変えられるのでめちゃくちゃいいなと思って、ちょっと生まれ変わった私のお部屋です。はい、皆さんいかがだったでしょうか。29歳らしく落ち着いたお部屋にちょっと変えてみたんですけれども、まあなんせセンスがないのであんまりね、まあそんな可愛いお部屋ではないし、あとはやっぱ一人暮らしで 1K なので、まあ狭いっちゃ狭いんですけれども、まあ皆さんちょっとでも参考にしていただけたら嬉しいです。ということでね、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント欄にコメントお願いします。明日も頑張りな、バイバーイ。